FA 健康士の DNA 石田健太さん、誰も興味がない。これじゃうちの石田ただのバカじゃん。年齢意外高橋刑事よりええのに、せこせこ丹念契約して出ていこうとしてたのに、また無駄な講師で終わっちゃったね。山崎となんでこんな差がつくんや。幸屋の話ついてからじゃないと相手されへんやろな。今年微妙な成績やったんやから1年待って就活してから宣言でもよかったのに、もったいない使い方して。確か見ないんやけど、石田ってどんな感じなん？今なら山崎の半額で取れるのに、しかも差はん。やっぱどこが発熱けるかだからな。石田は多分買い叩かれると思う。成績残した年に FA するならわかるけど、調子悪い年に FA するっておかしいやろ。ほんまに欲しかったら億くらい出していいと思うけどな。でも再開回避に必要なヤクルトは出しそうに見えんな。山崎幸に4年10億つくんなら、石田も3年4億5000やってもええのにな。通算なら石田のが上やろ。出番的には出ていってもいい感じなんかね。石田が入団の時にためらってたみたいなこと言うけど、ソース出てこないんやが、なんだかんだどっかが1億ぐらいは出すやろ。ご視聴ありがとうございました。